漢方納得相談です、はい、漢方とはどういうものか、そして漢方薬についてお伝えしていますが、はい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 、今日は小木さんがスタジオにおりませんので VTR で紹介していきます。そうなんです、はい、これ実はね、僕はね、一心堂さんにロケに行ってきたんですよ、うん、何をしてきたかっていうのはね、早速 VTR ご覧ください。はい、はい、どうも竹本隆明です、本日のですね、漢方納得相談はちょっとロケに出ましてですね、今ここにいるのに、ここが浦和駅の南口近辺なんですけども、まあ、歩いてすぐだね、駅からね、一心堂薬局さんの方に、お邪魔してみようかなというふうに思います。こちらね、駅から間もなくで、この先にはもう県庁もあるし、比較的まあ駅近のすごくいい立地のところに、ございます。で、一心堂薬局さんの方にね、行っていろいろちょっとどうやって作られてるのか、漢方薬がね、その辺のところも含めて、リサーチしてみたいと思いますので行ってみましょう。こんにちは。あ、どうもいらっしゃいませ。あ、どうも。竹本さんの。よろしく。いやいや。はい、はい、掃除してんですか。掃除してます。社長自ら。はい。やっております。はい。はい、素晴らしい。いえ、ありがとうございます。今日すいません、はい、急に。いえ。僕はいつもね、はい、番組の中で紹介してるんですけども、はい、その、まあ、いわゆる一心堂さんの問診っていうやつにすごい興味があって、はい、で今日は体験で問診させてもらえないかなと思って。あ、そうですか、はい、わかりました。ぜひとも、じゃあぜひ、じゃあ問診させていただければと思います。はい、よろしくお願いします。まず問診なんですけど、はい、どういう形で話を進めていくんですか。はい、やはりまあ病院でも診断するように東洋医薬的な分でもまあ診断をしていくわけなんですが、はい、その時に病院で使うカルテと同じような形で、うんうんうん、問診カードというものを使っていくんです、はい、でまあ、それがまあこちらなんですけども、はい、で実際に今から竹本さんのお悩みの症状、はい、まあ、いつぐらいからどういうふうな症状があるのか、うんうん、具体的にまあお話聞かせていただいて、でこの自覚症状をもとにまあ漢方の理論に落とし込んで細かい体的な部分を聞いていくと。なるほど、この順番でですね、うんうん、竹本さんの問診を進めさせていただきます。なるほど、はい、それではよろしくお願いします。はい、はい、まずはこの細かい項目が載った問診カードを作ってもらいました。まあ、そこからね、私の悩みでもあった目の疲れから来る症状や体質について細かく問診、それをもとに私に合った漢方薬を小木さんに出してもらいます。すいません、ちょっと失礼します。はい、竹本さん、ごめんなさい、はい、せっかくなんで、はい、調合してるとか、あ、ちょっと竹本、はい、こんな感じで、これですか。そうです、竹本さんのその薬を作るのにこれだけのその種類の生薬が必要になってくるんですね。で、こんなにですか。そうです、やはりその漢方の理念を落とし込んで、はい、竹本さんのお体にはこれだけのその生薬が、はあ、はい、必要になってくるというふうなことなんですね。なるほどね、はい、で、それで今やってもらってるのが、はい、はい、この生薬を、はい、竹本さんの症状に合わせてこう分量を決めるわけですよね。はいはいはい、はい、で、その測ったものを今、うん、測り始めて、うん、分布をし始めたところなんです。はい、問診に沿って生薬を調合してもらい、ついに私に合った漢方薬が生まれたのでございます。うお、というわけで、私のその問診に沿って作って、はい、調合してもらった漢方薬が仕上がりました。はい、そうですね、はい、服用するときは、はい、どういうふうにして服用すればいいですか。1日分ずつこういうふうなこうティーパックにさせていただきましたから、はいはいはい、はい、で、このティーパックを土瓶の中にお水、うんうん、はい、大体 600cc、弱火でコト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  600cc が 300cc ぐらいまで、半分ぐらいに煎じるって。そうです、煎じ詰めると、はい、で、火を止めて土瓶の中からティーパックを取って捨てていただく、はい、で、残ったその煎じ液を1日2回朝晩、まあ、空腹時に飲んでいただくというふうな形なんです、基本は。
やってみます、はい、ぜひお試しになっていただいて、はい、ね、ありがとうございます、はい、はい、というわけでございますね。本日は、はい、本当にありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。いやいや、はい、やっぱりこの、ま、やってみて初めて分かることってある、ね、結構あるじゃないですか、はい、ね、その僕はやっぱりこう今回ちゃんと伝えたかったのは、はい、きっちりとしたその問診を行うことによって、はい、その一辺通りの薬ではない、はい、まあまあ、いわゆるパーソナルな薬を作ってくれるっていうところが、はいはい、やっぱり漢方深いなと思いましたね。今後の、はい、今後のこういう診療の、はい、向かっていく方向として、はい、どういうところでございます。はい、まあ、やはりあの、まあ、漢方は予防医学が基本になってますけども、うん、本当にあのやはりその健康で本当にこう、まあ、病気にならないような体作り、うん、これもまあ本当に漢方を通じて皆さんに、うん、まあ、ご提供できるような、うん、まあ、そういうふうなこう情報も含めて、まあ、啓蒙していくことができればよろしいかなと思っております。はい、ね、もう、はい、今後とも一つよろしくお願いします。いえいえ、はい、ありがとうございます。もう今日は忙しい中すいません、ありがとうございました。そのぐらいです、本当にありがとうございます。ありがとう、お疲れ様でございました。ロケに行かれて。いやいやいや、でもさ、やっぱり自分たちがね、はい、今までずっと紹介し続け、1年間紹介僕らがして し続けて、でも分かんないことっていっぱいあるじゃないですか。伝えきれない部分もありましたよね、うん、でも問診ってすごいのよ。結構細かく、細かかったですね。すっごい細かい、その細部にわたって聞いて、はい、まあ、いわゆるそのあとベロとか、はい、あの舌診っていうのかな、はい、だからその舌の色とか、うん、その白さとか、うん、ね、そういうのも全部含めて、あの全部をこうあのリサーチして、あ、じゃあこの人にはっていう、その漢方薬の理念でこれと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 これを合わせてっていう風に、ね、調合してもらうんですよ。だからね、ああ、俺はこれはもう変な話、まあ、自分だけのオリジナルを作ってくれる、はい、感じかな。こういう流れなんだっていうのはすごく分かりやすかったです。そうでしょ、はい、でこれがね、あの作ってもらったね、あ、やつなんですけどね、はい、まあ、実際だから使ってみて、その劇的にほーっていうようなものではないんですよ。でもそれがなんとなくこう、おって言ってるうちに変化が起きるのが漢方なんじゃないかなと僕は思いました。いや、うん、はい、であの確かにだからほら、あの煎じたり、ね、あの 600cc を 300cc までっていうと、なんかこう、なんか手間だなって思うかもしれないけども、そうじゃない部分も、あ、これも一つ自分のことを見つめるいいきっかけなんだなっていうふうに思うとね、いいと思います。ちょっと続けてみようかなと思って。 あ、はい、うん、ありがとうございます。はい、結果教えてください、はいはい、それでは石井堂薬局からのお知らせです。石井堂薬局では様々な症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。石井堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また石井堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。石井堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口、埼玉会館そば県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入り口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入り口前です。立川店は立川駅北口、立川通り高松郵便局手前、川口店は本庁通り筋向かいマンモス交番横です。所沢店は所沢駅西口、埼玉りそな銀行所沢支店向かいとなっています。漢方納得相談では漢方に関する質問や小木先生に聞いてみたいことを募集しております。はい、お待ちしております。はい、以上、漢方納得相談のコーナーでした。はい、それでは行きましょう。行こうか。